元橋幸太は、地方競馬の船橋競馬場、矢野義行厩舎所属の騎手である。地方競馬共用センター騎手家庭第83期生。2006年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年5月1日、第2回船橋競馬第1日目第10競争新緑特別1番人気、ギブリーで初騎乗。 同日第11競争を C23 組条件戦をネイティブハンターで優勝し、初勝利。2007年3月25日から9月24日までの予定で、高知競馬場で期間限定騎場を行ったが、期間を延長し2008年3月24日まで騎場した。高知競馬での所属は、西賀正光旧社。2007年4月8日、 高知競馬第8競争 A3 一般戦をコスモインバイトに起場し優勝7戦目で高知での初勝利を挙げる。同年6月24日第35回高知優勝でパラダイスゲストに起場し優勝初主走。また k s 5、A、とのコンビでクラスターカップ、JBC クラシック、ダイオライト記念などに遠征起場した。同年11月25日には 家族共産宿、元橋光太19歳特別という名称の競争が、高知競馬で実施された。2008年1月14日、第22回全日本新人王争派戦出場。同年3月20日に、船橋競馬場に戻り、南関東での騎乗を再開。同年12月30日大井競馬第10競争。第2回東京シンデレラマイルをミスジョーカーに騎乗し、優勝。 重症発生派。2009年3月17日、浦和競馬第4、競争 C38 組9組条件戦を自慢の、娘で優勝し、地方競馬通算100勝達成した。2012年6月6日、大井競馬第11競争第58回、東京ダービーを、プレテオラスに起場して優勝した。2021年5月14日、浦和競馬第1競争を、 ジョーストーリーで勝利して、地方通算9432戦目で戦勝を達成した。ありがとうございます。